LGBT だと気づいたとき、ショックでしたか？自然に分かってショックはなかった。むしろ、何何何？と興味を持つようになりました。男性と一緒にいて楽しかったから。冬美さんと一緒で自然に分かりました。自分の中で女性が好き、男性が好きというのは当たり前だったので、女友達にそれを言った時に違うと言われてそれで知りました。若い時はバイだったんだけど、やはり男性が好きと思ったので、特にショックはなかったです。小学校の時に男の子同士でチンチンを触り合う遊びがあって、その時チンチンに興味を持って、それで自分がゲイだと分かった。異性と付き合ったことがありますか？22歳ぐらいまで彼女がいました。結婚するつもりで話を進めていたんですけど、その時に好きな男性ができたので、彼女には話をして別れました。私はこれまで男性女性どちらともお付き合いした経験があるんですけど、セックスは女性とだけです。男性とのセックスの経験は全くありませんが、デートや食事とかドライブは行ったことがあります。気持ちが嫌なというか、どうしても男が上、女が下という考えが相手にあって、ドライブ行ってもコーヒーくれとか尽くすことを求められたり、まあたまたまそういう男性だったのかもしれませんが、そういう女性らしさを求められることにすごく抵抗があったので、女性の方が考え方が近いし同じ目線で話し合えるので、男性と付き合うのは私は合わないと感じました。でも今の夫は特別です。僕は小学校から高校生の間は彼女がいました。僕も冬美さんと一緒で女性とのセックス経験はなかった。抱きしめるとか手をつなぐとかおしゃべりとかお茶を飲むとか、それぐらいの付き合いだった。女性と付き合ったことはあるんですが、ほとんどの女性がわがままで。男の方がわがままだよ。付き合うのに疲れたというか、やっぱり男性と一緒にいる方が楽です。カムアウトしやすい人はどんな人ですか？人として考え方が合う人にはカミングアウトしやすい。信頼できる人、例えば幼なじみとか同級生とか親友とか、そういう人に対してはカムアウトできる自信があります。さまざまな世界観を持つ人、例えば社会的に弱い立場の人、車椅子の人、
視覚障害の人とか在日の人とかいろんな立場の弱い人が社会にはいますが、やっぱりそういう立場が同じ人には言いやすいし、考え方にも共感できます。同じ人間として見てくれる人、心の広い人、さまざまな世界観を持つ人、みんな生きて生活している同じ人間なので、共に歩いていける人がいいです。隠して仕事をしている人もいるけど、みんながカムアウトしたら社会みんなの考え方も変わってくると思う。人間みんな同じだから、日本だけじゃなくて世界もそういう風になったらいいなって思います。社会がどうなればもっと生きやすいですか？今社会は男性女性ではっきり分かれていますが、その中間にいる人も存在しているということを分かってほしいです。トイレしかり、食事の料金にしても男性は高くて女性は安いといういろんな差をなくしてほしい。私は見た目は女性なので、結婚や恋愛の相手は男性という前提での質問が多かった。見た目だけで判断をされたくないです。そういうのをなくしていきたいと思います。僕は言葉、男性が女性に言う言葉とか女らしくしろとかそういうことを言われたらすごく嫌な気持ちが強いと思うので、僕も経験があって、元彼女から言われたことは、あなた男でしょ？男らしくしてよ。ちょっとプチッと切れたことがあります。なんで？男だから？男らしくしないとダメなの？そういう言葉を投げかけられた時に抵抗があったので、本を見ても、新聞を見ても、そういう男性女性の間違った使い方があって、そういうのを読んだら僕は気持ちが悪くなるので、使う言葉を考えていろんなところで変えていってほしいと思います。